横浜港未来21オーシャンゲート港未来オーシャンゲート港未来は横浜市西区の港未来地区にある超高層オフィスビル2006年3月飲食店や商業店舗などからなる暫定施設32番館が借地契約終了により閉鎖2013年3月25日32番館の跡地において都市再生機構が入札を行い 東急不動産が86億7200万円で購入した。2014年6月25日、同社は港未来21-32外区プロジェクトとして事務所棟集合住宅棟で構成する複合開発計画を公表。この事務所棟がオーシャンゲート港未来である。2015年10月に着工し、2017年7月に竣工を迎えた。 なお、集合住宅棟は2014年10月に着工し、ブランズター港未来として2017年1月に、竣工している。2017年10月、東急不動産が、パグインベストメントマネジメントの特別目的会社に、当ビルを売却。さらに2018年1月31日、アメリカの不動産投資顧問会社、ラサールインベストメントマネジメントが、 東ビルの新宅受益権を取得している。2019年5月、京セラが国内6カ所目となる研究開発拠点、港未来リサーチセンターを東ビル内に開設。東京、品川や横浜市内の計3カ所に分散する通信システム AI 関連技術者など約600人を集約し、IoT やエネルギー関連、自動車の先進運転支援システムといった。 先進技術、システムの研究開発などを強化。また、競争スペースを設置し、オープンイノベーションの仕組みも導入する。低層部には、商業テナントや競争スペースなどが配置されており、3階より、上が主にオフィスなど、業務関連エリアとなっている。また、最上部には、屋上庭園も設けられている。2019年の第63回神奈川建築コンクールにて、 一般建築物部門最優秀賞を受賞した。ありがとうございます。